いらっしゃいました。こんにちは。毎年恒例のブレイクさんの展示会に行きたいと思います。こちらの方は、チームシリーズ、チームシリーズというか、まあ、チーム系のアイテムという形で、まあ、展示しておりますね。チームスポーツ、野球とかサッカーとかっていうジャンルでも使われてる、はい、そうですね、はい。なので、まあ、上にアスリート、下の方には、まあ、そうですね、タクティカルだったり、あとはこれもかなり重宝してますね、ガジェットショルダーと。結構ここら辺は多いですね、はい。こちらにはもう完全新作のラリー10でございますね。本庄さんデザインのやつですね。またこれまたガラッと雰囲気が違いますね。やっぱり S サイズ。じゃあこちらはアクセサリーですね。ブレイクさんの定番になりましたね。ベタベタ貼ってステッカーで貼ったり、まあ、意外とこれもまた好評いただいてます。ソックスがあったり、まずリストバンドですかね。こういうのも意外とこれもお問い合わせが多かった。ワッペンのウィンドウワッペン、まあ、あのもちろんラフィノのワッペンもあります。これなかなかすごい。これがそのままワッペンに、でかい、ちょっとでかいって思っちゃったんですけど、これ神村って野球の甲子園ですね。甲子園の時のワッペンですよね。これ今ここにちょうどありますけども、全員背負って、これ全員このワッペンつけて奥の前、そうですね、いつも撮影をしている部屋の方へ行きたいと思います。どうぞ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 やめてください、その予想そうしいの。ここはどういったお部屋ですか？ここ本庄ルーム展示会で目玉なのがラリー店です。ラリー店、本庄さんデザイン、本庄さんデザイン、まあ、結構反応があるみたいです。いい感じでございます、はいはい、今回の展示会いい感じでございます。ラバータッチってどんな感じなの、はい、っていうのをすごい興味津々な方が結構いまして。あ、そうなんですか、はい、サイズ違いで予約している方がいますね。いましたね。 S と L、 S と L、 ああ、ぴったりじゃん。まさしく本庄じゃん。こう持つってやつね。ですね、こういう、はいはい、そうコーディネートが、まあ、バッキンしてもいいし、うん、ね、うん、まあ、そんな話ちょうどしてましたもんね。うん、そうそう、ナイロンリサイクルです。はい、はい、丈夫でね、軽いしね、うん、これ見た目以上に軽いんですよね、はい。なんとなくこういうトートバッグっていうのが女性がメインって思いがちでしたけど、そうそう、やっぱり男性が見ても、うん、おーって目を引くっていうのはやっぱ結構ね、うん、男女問わず使っていただけるし、うん、いろんなシチュエーションで使えるね。最初はなんか、これ女の人だけじゃないのとかいう方もいらっしゃったんだけど、うん、いやいや持ってみてくださいよって言ったら、お、なんか男でもいけんじゃんっていう、うん、そう思ってみるとそんなに違和感もなく、違和感なくね、使っていただけるんじゃないかなと思います、はい。多分こういうロゴとかがちょっと結構効いてて、レディースっぽくないっていう言い方をすればいいのかな。エッジが効いてるかっこいい感じの、そうそうそう、だからかもしれないですね、うん、はい。クリスマスまで、クリスマスまでには間に合いますので、こちらも、はいはい、過ぎてもいいですけどお願いします。はい、よろしくお願いします。